Okay. 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 このスイッチを入れて。Okay. よし、負けてるぞ。これで地球の裏側から誰か出てくるはずなんだけど。お、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 こりゃすごい。見てよ、誰か来たよ。どこから来たの？Japan? Yes. 皆さん、マンハッタンの皆さん、こんばんは。なんとですね、パブリックアクセスチャンネルの中でも最も人気のある番組、ボールショーに私は今飛び入り参加しているわけなんです。こうやってもうほとんど彼の番組なのに、こうやって私が乗っ取って、日本語でベラベラ喋ってしまってもパブリックアクセス、チャンネルですから何の問題もないということなんですね。I beg of you, さあ、視聴者からの電話のコーナーだ。心の準備はいいかな？ Okay. じゃあ行こう。まずは一人目。こんにちは。はい、ボールさん。バーサよ。はい、バーサ。いつも電話くれるレギュラーメンバーだよ。バーサ、彼女に何か一言ない？はじめまして。ゴジラとモスラの故郷、アメリカへようこそ。違う違う。ゴジラもモスラも日本の生まれだよ。そうなの？知らなかったわ。そうだよ。一つ利口になったわ。You're welcome.時々お尋ね者がこのスタジオに紛れ込むんだ。もちろん顔は出せないけどね。ボールさん、あー、また戻ってきやがったこの掃除機野郎。カメラマンだ、急に後ろで何か。この番組が掃除機みたいに何でも吸い付けちまうから来ちゃうんだよ。分かってますよ、マッドドッグさん。じゃあね、またこんなこと絶対に日本じゃ起こんないだろうね。まったく、なんてこったよ、テレビの番組中に大胆にも掃除機を盗むやつがいるなんて。これで分かったでしょ、アメリカがひどい国だって。日本の皆さん、こんな国来ちゃダメですよ。ちょっとごめんよ。あー、どうぞどうぞ。もうご自由にやってくれ。彼はマンハッタンの電気会社の人で、今日はスタジオの定期点検の日なんだ。あ、問題ないみたいだな。はい、それよかった。じゃあね。こんばんは。どうも。いいわ。この女誰だか知ってるよ。このままほっといたら大変なことになるから、悪いけどすぐ切っちゃうんだ。This is absolutely amazing. コウキさん、生出演の感想はいかがでしたか？はい、もうですね、あまりにもご覧いただいたようにですね、はちゃめちゃだったんで、なんていうのかな、学生のノリで、その、スタジオの中のような出来事に私は感じたんですね。ですから次の日になって、知り合いが昨日テレビ見たよって言った時に初めて、あー、あれって本当に放送されていたんだっていうのが実感だったんですよ。でもこういうテレビ局がね、やっぱ受ける背景とかっていうのはどういうことなんでしょうね。そうですね、まずその自治体が市民にですね、表現の自由の場を保障するというアメリカ的発想から生まれてきているわけなんですね。で、ちなみにこのテレビ局、番組制作費がない人が番組を作りたい場合、これはケースバイケースなんですけれども、なんとおよそ10万円の補助金が支払われるシステムまであるんです。面白い、ね、ですから無料で機材を貸してくれて、無料で放送させてくれて、でなおかつ補助金も出してくれるということで、本当に私たちびっくりしてしまいました。どうもありがとうございました。ただでも見たくないやつもあるでしょうね。まあ、見る方が選べるっていうね。見る方が選ぶと思いますな。いかにもアメリカでしたね。コマーシャルの後は高谷アナウンサーがニュースをお伝えいたします。